テーマを変えて、ここからはオプジーボや免疫について解説します。オプジーボは免疫細胞の一種であるリンパ球を活性化させて、癌をやっつける薬とされています。開発者の本場タスク氏がノーベル賞を取ったのでは、あ取ったので。 世の中では夢の新薬とか奇跡の薬と思われているようですしかしそれは明らかな過大評価ですオプジーボの真の実力はというと効果は抗がん剤並みそして副作用でなくなる人がとても多いですで、そういうことを皆さんは知らされていないそこでこれから真実の姿をね 明らかにしていきますけど、まずは副作用から。えー、オプジーボで、人が死にやすくて、実際にも数多く亡くなっている副作用としては、大腸の炎症、大腸炎ですね、から肺の炎症、まあ、これはあの肝質性肺炎というのは多いんですけどね、から肝機能障害。 ノン神経系の障害、心臓の炎症あるいは心臓不全から筋肉の炎症筋肉の炎症でも人が死んじゃうんですね血液を作る骨髄の障害そうすると白血球が減ったりね、えー、赤血球が減ったりして、まあ、それでなくなるホルモンを作る副腎などの障害でホルモンが出なくなってこれも 手当が遅れると死んでしまう。腎臓の障害、重度の糖尿病などが挙げられます。要するにあらゆる臓器に副作用が出るわけです。で、内外の医学雑誌にはオプジーボで亡くなったケースが山ほど掲載されています。ただ社会とかあなた方に対してはね、まあ患者さんにもそうですけれども、 そういういいい。事実が知らされていないだから知らない副作用は軽いと思っているで実際ねオプジーボはね順調にいってる間は副作用はほとんどないんですこれは水にそのたんタンパク質をね少量混ぜたようなのが注射液ですからオプジーボってはタンパク質なんですけどねそれを打っても 水とか、ね、生理的食い伝水を打ったような、ね、感覚しかないあこれはか副作用はないわ抗がん剤よりもいいやとみんな思ってるね打たれた人はそう思うはずです。でだけれども重大な副作用が出る。 この点、ね、副作用がきついという評判の、ねえー、抗がん剤というのは重要な臓器にの、ね、障害は、ね、だんだん溜まっていく傾向があるのねだから心臓の不全心臓がダメになるには5回ぐらい打たなきゃいけないんだけどそれまでにもね少しずつ心臓の機能障害が溜まっていく、まあ普段は気が付かないんですよ。 でようやく5回目にして初めて心臓の機能不全が出て心不全でなくなってしまうであるいは抗がん剤の場合にはあの死なない副作用ってのはよく出るんですね髪の毛が抜ける吐き気がする体がだるいこういうのはねそのもう1回目から出るわけですよそうするとああ副作用があるんだなと注射されてる方は分かるんだけれども オプジーはそういう一種の警告となるような副作用は原則出ないんです。ね出ないでその点滴を続けていく。まあ二週間に一遍ぐらいね。であるとき突然重篤な副作用が出る。そうするそれでおしまい。一回出たらもう。 そこで治るか治んないかね、まあ、治るっていうかあのそこで死なない人も出るんだけれども死ぬ人はもうそこで死んじゃうでだから1回目のね、えー、運悪く注射で亡くなる人もいくらでもい,い,んですいるんですよ。えー、っと副作用がでまととめると こういうい副作用で亡くなることを、ね、医者たちは免疫システムの暴走と呼んでます。で副作用が生じる時期はまちまちちです。1回目の投与で亡くなる人もいるし繰り返し投与されて順調だと思っていると半年後や1年後に突然副作用が生じて亡くなることもある。また投与を中止した後に副作用が出ることもあります。 どのののくくらいの割合で亡くなるのか。日本からの報告では肺がん患者にオプジーボを投与したところ3か月以内に亡くなったのが19%そのうち約6割がオプジーボの副作用によると認定されてますただこれは医者が勝手に認定したわけでね、えー、その19%まるがオプジーボで死んだ可能性もある投与された人たちっていうのはまあ 抗がん剤もできるだだろうううっていうような体力の人たちだからねほっといて3ヶ月以内に亡くなるってちょっと考えにくいよね。さて要するに3ヶ月以内にその報告ではね1割以上が副作用で亡くなりその後にも亡くなるケースが続発するこれでは副作用で死ぬものが抗がん剤よりも多いかもしれない。 ただし担当医は亡くなった患者さんのご遺族に対して患者さんが副作用で亡くなったとは決して言いませんがんで死んだかのように振る舞いますまた副作用で亡くなった膨大な人たちのことをマスコミは報道しない、まあ、医者が言わないからマスコミは気が付かない面もありますけどね それで世間の人たちはまさか副作用で死ぬケースがあるとは気がついていないだけれども実際には抗がん剤と同じかそれ以上によく死ぬんです副作用でではオプジーボのがんに対する効果はどの程度かこの点世間ではオプジーボの効果は偉大だ治る人もいると思われているようですししかし実は オプジーボで治ったことが証明されたケースというのは世界中を見渡しても一例もありませんまあこれはその抗がん剤も同じなんですけどね抗がん剤で治ったと認定されてるケースは一例もないんです世界中でねで その抗がん剤とオプジーボの効力ねがんが縮む力を比べてみると大体、えー、いい両者同じ程度ですもうちょっと詳しく説明するといろいろながんの薬物療法ではがんの病巣の直径が3割縮んで7割になると効果があった有効だ と判定されますでそういう緩い基準ね7割になったっていってもがん細胞はいっぱい残ってるわけですよそういう緩い基準でも抗がん剤の有効率というのはほとんどのがんで2割から3割程度ですただしその話は血液がん白血病や 悪性リンパ腫は除きますからねこれはもっと有効率は高いし治る人もいる。で今日お話ししてるのは胃がんとか肺がんとかね乳がん子宮がんまあとにかくそういう塊を作る固形のがんの話です。でこういう固形がんではね抗がん剤では治るケースはない。 それはさっきも話しましまたところがオプジーボでもその有効率はだいたい2割から3割なので抗がん剤と同じ程度なんですそんな調子ではねがんが治るわけがないわけです証拠をお見せしましょうそれでは会場を明るくしてくださいえー、皆さんのお手元に 受付で配布した紙があると思います持っていない方にはお隣が見せてあげてくださいその紙にはグラフが2つ上下に載っていますねそれらはオプジーボと抗がん剤を比べた比較試験の結果です 大勢の患者さんを2つに分けて、片方にはオプジーボ、片方には抗がん剤を投与する、そういう試験ですね。で、被験者となったのは、臓器に転移があるメラノーマの患者たちです。メラノーマは、不正国色種とも呼ばれる皮膚の癌で、欧米でも日本でもオプジーボが薬として真っ先に承認されたのは、この、 転移があるメラノーマに対してですで承認の根拠となったのは上のグラフです患者さんの生存期間は抗がん剤よりもオプジーボの方がはるかに良好でしたでまあこれを見ると奇跡の薬だみたいに思いたくなりますよねでところが同じような比較試験がもう一つ実施されていたんですね それが下のグラフですこの比較試験ではオプジーボによる生存期間のグラフと抗がん剤によるそれとがほぼ重なっていますこれら2つの試験は同じようなケースに実施されたので試験結果がこのように大きく異なり矛盾するのはありえないことです 矛盾があるというのはどちらかの試験が間違っているということですこの点試験においてインチキしてまでね新薬でが無効であると見,か見せかけようとする製薬会社は研究者はいないしたがって下のグラフは正直に実施されてるはずです そうすると上のグラフの試験に間違いがある言い換えれば試験を実施して論文にする過程でインチキがなされたではどういうインチキかいろいろなテクニックがありえますが代表的なものをお話ししましょう2つのグラフの上には三角や丸の印がたくさん載っていますね そ胃がんや肺がんなどと同じくメラノーマも転移があると患者さんはバタバタ死んでいきます直ち治療した時ですけどね抗がん剤治療なんかをするとねでそのため下のグラフのように生存期間のグラフはぐんぐん下がっていきますその場合グラフにつけられた丸や三角の印はその時点 例えば試験開始から半年後とかね、えー、1年後とか、その時点には患者さんが生きてましたよという印なんです。でもそういう患者さんもかなりね、もっと期間を長くとって、その後を調べるとだいたい亡くなってるわけです。抗がん剤治療ではね。 でもうお分かりと思いますが患者さんたちが生き残ってるかどうかを見届ける調査この調査の手を抜いて多くの患者さんが自宅などで亡くなっているのにその事実に気が付かないふりをする調査しなければ文書に記録は残らないと最後にその研究者たちの手元にある文書にね 記録が残るのは患者さんが試験の途中でその自分の体がどうなってるか検査をしてもらうためにね定期的に実月、まあ、にいっぺんぐらい来ますよね試験をしてる期間にその時の記録だけが残るでその時は必ず生きてるわけだから歩いてくるからね、まあ、車椅子かもしれないけれどともかく生きてるから。 生存とということになる6ヶ月で生存していましたとでその後患者さんが来なくなって1年後に死んでもねそれ調べなきゃね6ヶ月目で生きてたとしてそ,そこにその三角や丸の印をつけることができるわけです。でそういう一種の手抜きをね これをオプジーボの投与群だけで行えばオプジーボの生存期間だけよく見える。抗がん剤をやってるグループの、ね、患者さんにはわざわざ電話して、ね、生きてますか死んでますかって、ね、後で聞けば、ね、それはみんな死んでるわみたいな、ね、ことになるわけでそういう上のグラフのように生存のグラフが離れていくわけです。 大体上のグラフってねほとんどこう真横に走ってるでしょ。ね。転移があるがんの患者でねそういうふうにね誰も死なないようなことってありえないの。でありえないことをその製薬会社や研究者やねそれを承認する各国政府の、うん、機関ね、まあ、日本で言えば厚生省とかね アメリカで言えば FDA とかそういうところがありえそういうグラフはありえないのに相馬を承認してしまうわけです、えー、それでは照明をまた落としてください会場の方だけね。 でオプジーボは肺がんに対しても新薬として承認されました。しかし承認と基礎となった比較データにはこれまでに述べた同じインチキがありました。それについては僕のホームページの重要医療レポートで解説しています。また現在、オプジーボに似た免疫療法の薬が続々と承認されていますが、それらにもオプジーボと同じインチキがあります。 本日のオプジーボに関する効果と副作用についての指摘はそれら新薬にも妥当しますところでこの講演で僕が一番伝えたいのはがんと免疫の関係についての真実ですがんと免疫についてはこれまでの常識を捨て新しい考え方に立たなければいけないこのことですこれまでの常識というのは 例えば第一に、がんは免疫にとって敵ないし異物である。第2には、リンパ球などの免疫細胞はがん細胞と正常細胞を区別できる。敵であるがん細胞を攻撃できるという考え方です。しかし、これらは事実に反する、つまり間違っている。説明しましょう。 まず免疫システムがウイルスや細菌などの外敵から体を守るためにあるというのはな常識ですねそれは間違っていないそしてその延長線でがんも免疫にとっては敵であると考えられてきたんですけれども、えー、がんが育つのは免疫の働きが不十分だからとそういうふうに考えられてきましたでも本当なのか人の体の歴史を振り返ってみましょう アフリカで人が誕生したというのはご存じでしょうがその人がアフリカ大陸から出て世界に散らばったのが数年前数万年前その頃人の平均寿命は高々かか20歳ぐらいでしたそんなに寿命が短いと成人の病気であるがんが発生する前に亡くなってしまいますとすると免疫システムにとってはね がんを敵とみなす必要はなかったしがんを敵だとして免疫システムを築き上げることはしなかったはずですそして数万年前の人と現代人とでは体の構造や機能はほぼ同じはずです数万年程度では遺伝子の根本的な変化はほとんど生じないからです 例えば、ね、タイムマシンがあって数万年前にね現代人が行くとかあるいは逆でもいいんだけどそして向こうのその我々の祖先とねはっきり言ってセックスすればね子供が生まれるはずなの。交雑できるそのぐらい変化は少ないはず。 現代人とネアンデルタールでもねあの子供ができてるんだからでそのぐらい体の変化が少ないとすればね免疫システムは今でもがんを敵だとはみなしていないはずなのねで仮に本当に仮にですけれどもがんを敵とみなすとしても免疫システムががんを排除するには高い壁がある。 正常細胞とがん細胞は大変よく似ているので免疫システムは両者を区別できない。何しろがん細胞は正常細胞から分かれたものだから両者の構造や仕組みが有2つなんですそういうと例えばね転移という現象はどうなのかという反論がありそうですね。 がん細胞は転移するけれども正常細胞は転移しないだから両者は異なるではないかとでも実際には人の正常細胞も転移するための潜在的な能力を備えていますそして実際に転移している正常細胞もある例えば白血球です白血球は血管から出たり入ったりして ままた組織の中を泳ぐように移動しますこの行動パターンはがん細胞の転移と全く同じですそして白血球が持つ遺伝子のセットと同じものを全ての正常細胞が持っているのですべての正常細胞は転移する能力を潜在的に備えているただしもし正常細胞正常細胞が 転移する能力を実際に発揮してその臓器から勝手に泳ぎ出すとね離れて歩き回り出すと臓器がバラバラになってしまうそして人の体は崩れ落ちてしまうそれで正常臓器では何らかの仕組みによって転移する能力が封印されている働かないようになっ そしてそれぞれの臓器に正常細胞が固定されてるわけねでその封印が破れて移動するようになったのが転移細胞であるわけですだから正常細胞と転移細胞っていうのはこの転移の面を考えてもそう大して変わるわけじゃないよねそしてそれぞれの細胞の上にね 自分ははがん細胞でであるるといいう、ね、旗や目印が立ってるわけではないんです、えー、免疫システムは正常細胞とがん細胞を区別できない言い換えると免疫システムはがん細胞を敵だと認識できないこういうことからもうがんと戦うという概念がむなしいことが分かります。 ただしオプジーボを投与するとリンパ球ががんを殺すことはある。ね、さっきの述べたぐらいの有効率ですけどね。でもその場合正常細胞も殺してしまう。そして正常細胞の死ぬ量が多いと副作用の症状が現れるわけです。先に正常細胞の場合を考えてみましょう。なぜオプジーボで正常細胞がやられるのか。 すすべててのの正常細胞は約2万個の遺伝子セットを持っていますところが年を取るうちにそれら遺伝子にだんだん傷がつき異常なこれまでにないような遺伝子が増えていきます遺伝子はタンパク質を合成する設計図であるためそれら異常な遺伝子はこれまでになかった異常なタンパク質を作り出します これを新しくできた新顔のタンパク質と呼んでおきましょう。新顔タンパク。新顔タンパクの一部は細胞の表面に出てくるんですね。これは正常なタンパク質でもそうなんですけれども、すべてのタンパク質はその一部を細胞の表面にちょっと旗みたいに立てるわけです。 でそうするとリンパ球は、その新顔タンパクについては、これは今までになかった異常なタンパク質であると認識します。そうするとリンパ球はその細胞を殺そうとするのが原則です。しかし体の正常細胞には多少とも新顔タンパク質ができているので、 この原則に従うとすべての正常細胞が殺されてしまいます。こうして人体はね壊れてしまうからみんな大人にはなれない子供時代に大体死んでしまうそこで人体には正常組織を守る仕組みが用意されましたそれが免疫チェックポイントです。 免疫チェックポイントという言葉は、ね、聞いたことがあると思いますけれども、えー、免疫チェックポイントというのはいくつもの種類があり代表的なものがオプジーボの標的となる PD1 と呼ばれる物質ですでこの PD1 という物質を、えー、本庄さんは発見実際に発見したのは本庄さんじゃなくて弟子ですけどね まあとにかくそのグループが発見したわけだでこういう物質があるためリンパ球は新肝をたんぱを持つ正常細胞を攻撃できないでいるんですしかしオプジーボを投与すると p d 1が働かなくなり リンパ球が正常細胞を攻撃して死滅させることが可能になりますこのようにオプジーボを投与したときに正常細胞が殺されるのはいわば必然ですしかし実際にはオプジーボの副作用で全ての正常細胞が死ぬわけではないというのは正常細胞では PD1 以外の 別のチェックポイントも働いていて、リンパ球の攻撃を防いでいるからと考えられます。ただし、その場合、p d ンチェックポイントが果たす役割が大きいと、オプジーボで正常細胞がよく死んで副作用が生じるのだと考えられます。 次にがん細胞とオプジーボの関係を考えてみましょうがん細胞は正常細胞に異常な遺伝子がたまって正常細胞が変化したものですつまりがん細胞は異,で異常な遺伝子を設計図とする新顔タンパク質を必ず持っていますしかし正常細胞と同じく免疫チェックポイントも備えているので 普段はリンパ球の攻撃から守られている。そこにオプジーボが投与されると p d 1免疫チェックポイントが働かなくなる。その結果、がん細胞はリンパ球に殺されて、がん病層は小さくなるはずです。では、なぜ前に述べたようにオプジーボががんを縮小されるケースが2割から3割しかないのか。 もう気づきの人もいると思いますけれども一つには免疫チョップポイントには複数の種類があるため p d 1だけやっつけてもがん細胞はリンパ球の攻撃から守られてしまうからでしょう。o p ー e は結局副作用は抗がん剤と同じように強く。 抗がん剤とに同じように人を殺してしまいます他方で抗がん剤を小さくする効果は抗がん剤並みに弱いだからメラノーマや肺がんの比較試験で生存期間のグラフが抗がん剤のそれと重なってしまうのですで基本的な説明は以上です からは時間が許す限り質問にお答えしていきますが、まあ、だいぶオプジーボについてはね語ったのでちょっとそれ以外の質問を先にいたしますあ質問を優先しますねで1つはこういう質問がありました先日の新聞で2002年から05年にがんと診断された人の10年後の生存率は 昨年より零点八ポイント上昇して五十六点三パーセント。五年生存率も伸びている。さらに改善が期待できるという記事がありましたが、本当ですか。何かからくりがあるように思います。教えてください。癌の五年生存率や十年生存率が伸びているのは事実でも。事実です。でもおっしゃる通りからくりがあります。一番のからくりはが,がん、検診でしょう。 がん検診には救命効果がないというので欧米では取りやめが進んでいますが日本では逆に推進しているその結果放っておいても人を死なせないがんつまりがんもどきの発見数が著しく増えてるんですつまり放っておいても死なないがんを見つけて手術して十年生存率が上がったと言ってるわけです 手術後に10年生存することは実際にはその検診や手術がいらなかった証拠になるんですしかしマスコミは無知であるため無駄な医療を推進するお先棒を担いでいるわけです、えー、次に堀千恵美さんの話をいたします これは質問がね、えー、いろいろあって、えー、ちょっと論評するのはかわいそうな面もあるんですけれども、あれだけブロダンクなんかで、えー、いろいろ公表されてるとね、まああのー、誤解するされる方もいると思うんで。 こ具体的な質問は、例えばこうです堀ちえみさんの舌がんの術後はどうなっていくのか QOL の低下はどのぐらい再発は転移は手術以外の選択肢は堀ちえみさんのように痛みを感じた場合でも放置するのか、まあ、こんなことをちょっとお話していきますけどねで堀さんの 病気の進行度は1から4まであるうちのステージ4だと言われています。だけど正確にはステージ4はまたさらに ABC と分かれて、ね、えー、それで若干予後が違うんですけれども、概ね本物のがんは8割から10割ぐらいあるんですね、潜んでいる。 でその一番軽い8割にのケースに当たっていたとして堀さんは手術を受けてしまったから5年後に生きてる可能性というのは約2割か3割ぐらいですねでこれはもう運命ですからなかなか変えようがない抗がん剤をやっても同じです。 で大抵再発というのは2年以内ぐらいに出てくるで放置していた場合にはどうなるかというとうもちろん,がんは大ききくなってきます。それでベロの全体をねがんが占めることもあるだけれども死なない実際にベロの全体をがんが占めているような人っていうのは まあいくらでもとは言わないけれども、うん、僕も何人か見たことあるしまあそういう人は出てるわけですねそこまで気が付かないただ堀さんの場合には痛みがあったから気が付いただからこの例えばね痛みをなんか鎮痛剤かなんかで抑えて我慢して生きていくと潜んでいる転も 暴れ出しにくいから。安全に長生きすることが。できる。で、五年後の生存率は。もう本当に完全に放置した場合ね。おそらく80。八十パーから九十パーぐらいあるだろうと思います。ただ、しがんは大きくなっていくんですよ。それから、リンパ節転移も多分大きくなる。 まあ極端な人だとリンパ節転移があってこう小太り爺さんみたいいにななるかもしれないそれでも我慢した方が長生きできるだからここら辺はねそ,のそういう事実を知ってもどっちを選ぶかってはなかなか難しいだから堀さんの場合にはそういう事実を知らないわけだからこれはもう手術を選ぶのはね必然でしょう。 で、なぜ死なないかっていうととにかくこの辺にがんがあってもねその大事なのは食べる機能だけですからなんとか栄養は流れ込む、ね、今堀さんはベロの6割ぐらいを切ってそれでそこを筋肉で埋めてどっかから筋肉を持ってきて埋めてるけどこれが全く動かない。ね でガンがんがほっといて全体を締めるともうこれも全く動かないんだけれどもだけどもさっきお話したようにそこまで気が付かないってことはね一応食べるものは食べられてるわけね。で毎日食べられなくなってもその人工栄養をね、うん、する方法はいろいろあるわけですよ。まあ、例えば胃ろうとかねここに来てる方はわかると思いますけども。 胃ろ、えー、がダメだっていうのはその意識がない人にねその家族は勝手につけちゃうからダメなんでね本人の意思でまだ元気なんだから色をつけるっていうのは全然構わないと思うんですね。というふうにうんまあ まあ、QOL の低下は言うまでもないですね、手術をした場合のね、まあ、それはあのブログなんかでいろいろ報道されてるから、それを見ていただきたいですけども、もうあのだからいろいろ勘違いあるわ、堀さんはブログに手術後、また歌を歌いたいとか言ってたけど、もう全然そんな状態じゃないのね、手術を受けたら、6割切ってね。 やっと会話が通じるぐらいが関の山だと思うけどね医者が本当のことを教えないだから手術になるこれはもう堀さんと同じでねでもそのほっといた場合のことを教える医者っていないんですよねほとんどさてそれでいいかな堀さんについては。 次はオプジーボに戻って、えー、例えば手遅れで医者から見放された肺がん患者がオプジーボが効いて今では元気になったという記事を目にしたことがあります副作用に耐えようとする気持ちがあるならば挑戦する価値がある薬でしょうか、えー、答えはこうですね抗がん剤でもそうですがこの薬で良くなったという体験談は 世の中にあふれていますこれを仮にこれよか体験と名付けておきましょうこれよか体験というのは本人にとっては最大級にうれしいことですけど実は学問的にはねこれよか体験は重要視してはならない人々を治療する根拠にしてはならないとされてるんです。 理由は第一にその人はとってもまれな現象にたまたま当たっただけかもしれない100人に1人1,000人に1人のね現象に当たったかもしれない第二には同じような薬や手術を受けたね他の大勢の人たちがどうなったのかがわからない、ね、仮に本当に小さくなったとしてもねそれは1,000人に1人なのか 100人に1人なのかがね。わからないで、残りの999人9。あるいは99人はどういう運命をたどったのかがわからない。前で述べたようにね。オプジーボでは患者さんが副作用でバタバタ死んでるわけですよ。これおか体験をね。強調すると世,世間ではね。副作用で死ぬ人はいないもんだと思ってしまう。 第3にさっきお話した「眠ってるがんを起こしてはいけない」という本にね詳しく書きましたけれども転移があっても自然に小さくなり消失するケースがかなり多いんですねそれでコラヨカ体験っていうのは何もしなくてもよくなったケースかもしれない可能性がある。 でそれらいろいろな理由でね学問的にはさっき言ったようにその治療法を実施する根拠にコレ,コレオカ体験を用いてはいけない比較試験のデータが必要だとされているわけですところがマスコミに登場する医師たちはねコレオカ体験を強調するわけですよそれは全く学問的ではない私は無能だと言ってるようなもんなんですけどね でつまりねそういうコレオカ体験を強調するのはね、まあ、抗がん剤でもそうなんだけどそれを広めようとする人たちにはとっても有効なツールなのね。さっきの比較試験のデータをね見せたらぶち壊しでしょう。そういうのは見せたくない。そうするととりあえずなんか 聞いたようにに思われる人を目の前に持ってきてきねその人だけ強調するそうすると副作用で死んだ人たちはあるいは一生懸命やってもがんが小さくならなかった人たちはその背後に消えてしまうということですねで要するに結論は挑戦する気持ちがあってもオプジーボはやる価値がありません早死にします 本女子の理論とオプジーボの作用基準との関係について知りたい本女子の理論というのは何か p d 1というのは理論によってではなくて彼のお弟子さんが偶然見つけたものですでそれがあとで免疫チェックポイントの働きがあると分かってきただけですでここでは仮にね オプジーボががのの特効薬になるとという考えが本女子の理論だとしておきまししょう。しかしこの理論講演で示したように比較試験ではオプジーボと抗がん剤との成績が同じだったのでその理論は間違ってたことになりますなぜ間違ったか理由はいくつか考えられますが一つは正常細胞にも免疫チェックポイントがあることを軽視ないし無視していたのでしょう 次の質問に行きます。オプジーボは効かないのになぜノーベル賞を取れたのか本庶紙のグループが発見したのは p d 1による免疫チェックポイントという仕組みとその働きを邪魔するオプジーボですこの2つを発見したこと自体は大きな業績ですが医学分野では大きな発見はいくらでもあるので この発見だけではノーベル賞は無理ですやはりメラノエマや肺がん患者の生存期間が飛びたという比較試験のデータが受賞の決め手になったのだと思いますでも先に述べたようにオフジーボがよく聞いたという比較試験には矛盾があるそのことはいくつも発表されている論文を見比べてみれば一目瞭然です 論文は誰ににでも読めるる医学雑誌に載ってる僕でも探せるだからノーベル賞の選考委員会もオプジーボのデータに不盾があることを知っていてそれなのに受賞を決めたとしか考えられない選考委員会の頭の中を覗き見ることはできないけれども そういうい客観的な事実から推測するとね選考委員たちは無理にもオプジーボに脚光を浴びさせ医薬産業を盛り立てようとしたことになりますついでに言うと本女子も比較試験に矛盾があることオプジーボはダメな薬だと知っていたことは間違いないそれでも受賞に際してはあの満面の意味 この業界の闇は深いですがんは免疫をすり抜けたから増殖しているのになぜ免疫療法をするのかこれはいい質問ですねで細菌やウイルスに対する免疫の力が偉大であることは子どもでも知っているそういう通念基盤がある場合に研究たちは がんは免疫にとって敵だと言い出せば一般の方がみんな信じてしまうそういう誤解を利用しているのがちまたに乱立している免疫療法ククリニックです全然効果がないのに老後試験とためた3,000万円全額を巻き上げるようなことを平気でしています。 そして製薬業界や専門家たちも免疫という言葉の魔法に気が付いた免疫療法と歌えば社会や患者をだませるぞとその背景には抗がん剤の評判が悪いことそれから従来の、ね、薬の特許が次々切れるため常に新薬を誕生させ続けなければならないという製薬会社の宿命があると思います。 あと1問「がんは低体温で発生しやすい体温を上げると免疫力がつくがんの予防や治療になる」という話を聞きますが本当でしょうかテレビなどで一部の医師たちが体温が35度台では危ない37度台に上げた方がいいなどと言ってますね。 こういうことを聞いたことがある人手を挙げてみてください、うん、でもこれはでたらめなんですね <laughs>、えー、根拠がない人のがんが低体温で発生しやすいなどというデータはまずありませんそんなことをどうやって調べるのそれに仮に体温を上げようにもその方法がない お風呂に一度に何度も入ることが推奨されたりしますが、風呂から出てね、数分もすると体温は元に戻ってしまう、まあ数十分かもしれないけどね、ともかく人の体は体温が一定に保たれるように厳密に調整しているわけです。またお年寄りではね、風呂に何度も入ると、溺れて死ぬ率が高くなる。 今の日本ではね風呂場で亡くなっている人は、ね、年間1万9,000人交通事故で亡くなっている人の5倍ですマスコミで体温を高くした方がいい風呂がいいと根拠なく語る医師たちはねこの風呂場での死亡率をね確実に増やしていると思う。 ところで体温が高い人ではね免疫細胞の活動力が高いことは事実ですでもそれは因果関係を逆に捉えているつまり細菌やウイルスに感染すると白血球などの活動を助けるために体の調節システムは体温を上げるのですつまり体温が高いということは体に細菌やウイルスが入ってきている その人にとって好ましくない状態にある証拠になってるわけこの点ね実際のデータを見てもね体温が高い方が早死にしやすくなってるで2017年,年にね2年前ハーバード大学の関連病院がある調査結果を発表しました3万5000人余りの男女の基礎体温を測り長期にわたって追跡したことがところね 体温が0.15度ね上がるごとにそのグループの死亡率が8.4%ずつ上昇しているこの研究では被験者たちの平均体温は36.6度95%の人たちは35.7度から37.3度の範囲に入っています つまり一部の医師たちがダメだという35度台の人たちが一番長いするそして37度台の人たちが一番短命になるはずです。まあ、こういうことを言い出したのはねどうもあのもう亡くなられたアボトールって人みたいなのねもうあの人めちゃくちゃことばっかり言ってるのね。 しなしなんだけどそれでもその時の影響力がねこう広くてねそれで今手を挙げてもらってもね体温が高い方がいいと信じ込んじゃってる人がね山ほどいるこれみんなアボさんの遺産ですよ僕はあの大学病院にいた時に文藝春秋に 阿保さんとの対談を持ちかけられたんだけどね、これはやばいなと思ってね、うん、この人って、アホるでしょって言って、<laughs> それで対談、断ったことがありますね、まあ、お後がよろしいようで、これで、えーえー、今日の講演を割とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました